はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、史上初新イベントやばすぎて実況者全員死亡ってことでね、はい、誰も動画出さなかったね。あの星野ニャとかユーコルさんも動画出さなかったね、イベント情報を見ていこうと思います。ちなみにね、これはね、まあ、見ての通り、アヒニキが動画出してたからね、今回私もね、動画出さなくていいやって思ったんですよ、情報見て。でも、ふとね、この動画が、アヒニキの動画が、ちょっとね、頭によぎったんでね、まあ、この形式でちょっと出してみようかなと思います。多分ユーコルさんも出さないと思うのはわかんないけど、ちなみにアヒニキには、ちゃんと声かけました。さすがにね、サムネとタイトルバチクソパクるんで、ユークロさんには声かけてないんで、もしかしたら動画出すかもしれないけど、私の感性とユークロさんの感性大体一緒なので、多分この動画は出さないと思います。はい。ってことで見ていきましょう。はい。初夏のモンスター育成シバル開催ということでね。はい。見ていきます。まず、毎日ログインで魔法石1個ゲットですね。はい。いつも通りの魔法石がもらえますと。で、これは今回は何日間ですか ?15 日から6月6日までですね。まあ、大体だから5月秒あたりですね。で、魔法石1個ずつもらえますよってことです。魔法石全部で21個ですね。はい。まあ、いいんじゃないでしょうか。全然ね。魔法石はね、頑張ってもいいですからね。続いて、テクニカルダンジョン神々の成績、成績ボーナスイベントってことでね、テクニカルダンジョン神々の成績でボーナスイベントを実施、この機会にレアなモンスターのゲットに挑戦してみようってことで、はい。消費スタミナは2分の1。この期間にクリアに挑戦してみよう。うん。あ、なるほどね。神々の成績って最近確かに言ってないな。アテナヘリオスとかありますからね。アテナヘリオスはね、火のロック目覚めで結構使えますから、ぜひ作ってない方はこの機会に作りましょう。もしかしたら編成も統合するかもしれないですね。で、ランク経験値が3倍です。この機会にランクアップを目指そう。神々の成績、ランク経験値高いイメージはないので、裏修羅行った方がいいかもしれないですね。これはわかんないですけど、多分裏修羅の方がいいと思います。はい。謎のランク経験値3倍と。そして、モンスター交換所特別ラインナップってことで、神々の成績で入手できる奇跡を巨大奇跡と交換できるぞ。え、めちゃくちゃうまいじゃん、これ。舐めてたけど、これめちゃくちゃうまいですね。いいんじゃないでしょうか。これ、持ってない人、マテナの奇跡とかもありますし、バルキリーも、まあ、バルキリー、ゼウス、ヘラに関してはあんまり使わないけど最近は。でもゼウスの武器とかも強いからね。この辺、いいんじゃないでしょうか。はい。この辺かなりありです。取りましょう。ぜひね。それぞれ一度きり、あ、一回だけだったわ。まあ、じゃあそうか。取りまくったらやばいもんな。まあでもいいんじゃないでしょうか。ぜひ取りましょう。そして続いて、週末3日限定ゲリラダンジョン特別ボーナスってことで、各期間中、最小ゲリラダンジョンで特別ボーナスイベントを実施、さらに期間中は対象ダンジョンが1日2回決まった時間に出演するぞ。うん。なるほどね。対象ダンジョン出現時間各期間、12時から1時。やっぱこの時間昼休みだからね。で、20時から21時。まあ、これなんだろう。この時間わかんないけど。はい。まあ、確かに YouTube でね、人の、いる時間がわかるんですけど、まあ、確かに多いですね。ちなみに20から21は最近少なめですけど。はい。で、狂練の洞窟、超重力、モンスターの経験値2倍です。あー。まあ、狂練私は周回してないですけどね。まあ、狂練周回する人は嬉しそうです。プラスポイントの楽園。プラスポイント 1.5 倍。え、1.5 倍なの？ポイント 1.5 倍って聞くと、ポイントカード作っちゃうかもしれん。はい。続いて、人気の降臨ダンジョン、ずっと出現&消費スタミナ3分の1。いや、これはでかい。まだシバドラとかオデドラとか作ってない人いますからね。あとラードラとか。作ってないでしょ？どこのあなた。この動画見てる人はでも作ってるだろうな。多分。私の動画見てる人って結構ね、パズドラガチ勢が多いんでね。いや、なんだ、作ってない人がもし見てたら、シバドラ作りましょう。また動画出すと思います。周回編成最新版のやつ、なんかあったら出しますね。それか、まあ、まとめ動画にして出します。おすすめまとめみたいな感じで、シバドラ編成出しますと、あと、まあ、オデドラも作ってほしいかな。優先順位は、シバドラ、オデドラ、ラードラかなって感じですかね。月読みネプチュー、ネプチューもちょこちょこ使うかな。はい。シバドラ、オデドラ、ラードラ、ネプチューンかな。ネプチューンとラードラは、まあ、ちょっと順番入れ替わる可能性がありますって感じですね。はい。作りましょう。ラグナロクとかは一度も使ってない。あ、でも武器が強いんだよね、ラグナロクね。はい。そして、パズパズ専用ダンジョン、降臨集&オール曜日ダンジョン、スタミナ10です。はい。これはパズパズやってる人のみですね。はい。で、続いてです。続いて、期間限定ボーナスイベント開催。期間限定ボーナスイベント。はい。育成ダンジョン。びっくりマーク。消費スタミナ10ですね。で、期間は5月15日0時から5月21日日曜日23時59分までと。常に出現しているスペシャルダンジョン、育成ダンジョンが期間中スタミナ10になりますってことです。なるほどね。初心者用のイベントなんだろうね、これね。なんで5月のこの時間、この時期、5月15日からの期間ってなんか初心者増えやすいのかな？ゴールデンウィーク終わったけどね。どういうことなんだろう。なんでこの期間にこれが始まるんだろう。誰か教えてください。この期間ってなんか新規増やすいんですか。で、続いて、玉虎大量発生もスタミナ10になります。あ、これは1週間後か。22日から28日。なるほどね。続いて、スペシャルダンジョン一度きりの経験値配信ってことで、これも15日から28日の間か。
に来ますってことで、ちょっとチュートリアル突破で魔法石100個ということでね、5月15日月曜日0時から6月4日日曜日23時59分までです。だからやっぱ初心者向けのイベントなんだろうね、という感じになっております。はい、さあということで以上ですね。あともう一個ありました、あの情報ね。はい、こちらです。ランダンが来ます。ランダンは5月15日月曜日0時から1週間のランダンですねが来ます。で今回は76マスでついにスキル使用4回ついにランダンまで侵食してきました。こちらスキル使用ですね、まあ、これも来るという感じになっております。で最終順位は 5% 以内に入ると王冠です。 50% 以内に入ると11年玉ドラゲットできます。あと虹メダルが 70% 以内でもらえますということになっておりますということですね。はい、ということで終わりです。もしよかったらね、感想、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。アイニキの動画ね、55秒で終わったんで、私もね、これ目押しで55秒で止めて終わろうと思います。いきます、3、2、2、1